未来にに伝えたい我が国のの福福福福福祉祉祉思想福祉福山福の神歴史に見る福祉実践前のスライドでは「福山の福」と題して福山城と奇跡福山における歴史的福祉実践を見てきました今回は日本の歴史古代から近代に視点を当てて福祉思想を学んでいきます1 共生について考える。さて、ここでクイズです。こちらは、後ろ足立ちをしてキョロキョロ見渡す姿が可愛らしい人気者の動物です。何ていう名前でしょう答えは、ミーアキャットです。彼らは社会性の強い動物であり、砂漠、荒野を3、40頭ほどの群れを形成して集団で生活しています。このミーアキャットの大好物は何だと思いますか なんと、それは、サソリです。大好物というと語弊があるかもしれません。サソリくらいしか栄養のあるものがないというのが実情だからです。そんな過酷な環境の中で生活しているのです。さて、またクイズなのですが、群れで生活するこのミーアキャット。30年後、どちらの群れが長く生き残ったと思いますか A グループは強いもののみが生き残る弱肉強食のグループです。怪我をして餌を運べなくなってしまえば追放されてしまいます。親を失った子供はそのまま餓死です。しかし、過酷な環境の中で生き残る術を持ったものたちの集まり。一方 B グループは助け合いのグループです。餌が取れなくても餌を運んでやり、 親のいなくなった子供は、群れの中の者たちが育てます。餌が限られている中、グループ全体の餓死もありえます。さあ、どっちが生き残ったのでしょう。A グループが生き残ったと思う方、手を挙げてください。B グループが生き残ったと思う方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。 何年もの追跡調査の結果、B の助け合いグループが子孫をつないでいたことが分かりました。助け合うこと共に生きる社会は理性があって初めて成り立つと思いがちですが、実はそうではなく、私たち人類が生き残るための術でもあったのです。生物として DNA に組み込まれているということなのです。 これはダウン症の天才書家と言われる金沢翔子さんの書です。福山市立図書館に行くと玄関に飾られています。ぜひご覧になってください。共に生きるという言葉が書かれています。ところで、共に生きるというのはどういうことなんでしょう文部科学省や厚生労働省は 障害の有無、性別、年齢に関わらず、すべての人がお互いに幸福に暮らしていくための権利や人格を尊いものと認めて、敬うことを大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会、というように説明しています。支え合う、誰もが、という言葉から、私からあなたへという一方向,通一方向ではなくて、互いに充実感や満足を得られる互恵の関係性が、 重視されていることがわかります私は福祉学科に属していて人々の幸せを実現するための考え方、共生社会の仕組みやそれを実現する技術などを教えています。その時に私が学生に対して用いる言葉がこちらです。インクルージョン、ノーマライゼーション、アドボカシー、ソーシャルバロリゼーション、 ケア、エンパワーメント、アセスメント、ソーシャルワーク。これらの共通していることは何でしょうはい、それは外来語であるということなのです。福祉に関連する言葉が外来語であるということで、学生は隠されたメッセージを受け取ります。 ああ福祉に関する考え方はすべて外来のものなんだ日本にはこういう概念すらないんだそのような隠れたメッセージを受け取ってしまうのです同じ指摘を福祉分野の対価であられる一番笠先生が指摘されています我々は我が国の福祉的資産については理解してこなかった福祉の理念を借り物として理解してきた しかし、本来は決してそうではないのです。現在にも脈々と息づく日本で生まれた共生の精神を今一度振り返り再評価することで共生の在り方を再考できればと思っています。そこで今日の目的はこちらです。日本人に息づく共生思想を我が国の歴史、人々の生活から見いだすこと。 それでは古代から近代まで時代に沿って日本の共生思想の特色を探ってみたいと思います。古代にタイムトリップ、福祉の歴史。まず日本がいかにして作られたのか、その起源から迫ってまいりたいと思います。国海における共生思想。日本の始まり。 国の成り立ちを説明している書物に日本書紀があります実はこの日本書紀、今年1300周年を迎えます2020年の東京オリンピック開催時、今年は延期になりましたけれどもその東京オリンピックの開催と日本の成り立ちを説明した日本書紀の編纂1300周年が重なっているのです大変な驚きです これを機に古事記、日本書紀への関心が高まることを期待しています。天と地の始まり、まだこの世が混沌とし何もなかった頃、一柱の神様がお現れになります。それが雨のノミ主の神でありました。雨のノミ主の神が中心にいて、そこから外に向かうように現れたのが、高見結びの神と神結びの神。 その後、また二柱の神がお生まれになります。この五柱の神様をことあまつ神と呼び。肉体や性別を持たない霊体だけの存在であられました。その後、また二柱の神様。国のとこたちの神と豊く者の,の神が現れましたけれど。 こちらの神々もすす。ぐにに姿をお隠ししなってままいます神々はさらなる進化を求めて男女の性別を持つ5組十柱の神をお見になりましたその一番最後に生まれてきたのが男神であるイザナキのみことと女神のイザナミのみことであられましたこの2柱の神様は神々から特別な力を授かりますそれは、 愛でしたここでのポイントなのですが神様はお一人ではないということですイスラーム教ユダヤ教キリスト教は一神教でありましてただお一人神様がいらっしゃるわけですが日本の神様はお一人ではありません絶対的な教養絶対的な真実基準がないということでもあります男女性別のない神様もいらっしゃいました今 LGBT クイアとして性的マイノリティの言葉を聞くことがありますがすでにこの神代の時代に男女なく性別のない神様がいらしたというのはとても驚きで多様性を保障する思想の象徴のように感じられます。